ルザレットです。キングダムハーツ3やっていきたいと思います。いやーね、いろいろと、バースバイスリープと、そうですね、ロクサスたちも無事今回復帰しまして、復帰して、まあ、アンセムとゼムナスとゼラノートをあと追い込むだけとなりました。この上にいるっぽいんでね、迎えたいと思います。遅いぞ。悪い。ゼムナス、帰りはどこだ。帰りがどうかしたのか。ゼムナスに連れ去られた。落ち着け、少年。ソラだ。13の闇と7つの光は衝突によってここに9つの鍵が揃った。鍵？残る鍵は4つ。これから最後の4つの鍵を生み出すこととなる。結局13人全員と戦わなければ鍵は揃わないだろう。何のためにプリンセスを捕らえたと思っている。カイリ、キングダムハーツが出現してもお前たち4人を倒し扉をすぐ閉じてしまえばいい。そうだな、そうかもしれん。お前たちが無事ならばな。さあ、最終局面ですね。音楽最高ですね。じゃあ、先にアンセムからちょっと一番厄介そうなんで。3人の組み合わせっていうのもなかなかエグい最後の最後ですね。リク王様。さあ、邪魔が入ったんで。マジか。いや、ちょっとこれは回復に専念しよう。で、回避行動もなかなかできなかった。くらえ。やめろ。それ。いや、こっちがやめてほしいぐらいじゃん。おい、あっち。さ、どこ。ああ、ストップがっぽい。ちょっとその攻撃は厄介だな。ちょっとリープさん、さあ、ドームフラッグでさらに良かったところに行きましょうか。いやー、きついね。ちょっとこれで削りましょうか。あとはこれも使いましょうかね。いや、この時もね、ダメージ入るからね、正直ね。いいのか悪いのか分かんないんですね。
おう、とりあえず誰かを倒した。ああ、ゼアノートね。何がおかしい？言ったはずだ。大きな代償を払うことになると。だから代償ってなんだよ。俺は元の世界に戻り、未来へと進む。だがソラ、お前は違う。お前の旅は終わる。さようなら、ソラ。お前はこの世界から。そう、あと2人ですね。まあ、でも最後のセリフがね、この世界からっていうのがどういうことなのかもね、まだ分かってないですけどね。いやなかなかエグいな。やっぱアンセム強いね。やめろ。あれ、なんか気のせいか、カウンターが切れてる気がする。もうちょい。いやー、ゼムナス痛いね。もう少し。アンセム。これで俺とお前の旅も終わる。不思議なもんだな。なんだか寂しさを感じる。お前は闇さえ包む強さを持っている。もう負けていたようなものだ。少し悪あがきも考えてみたが、我々の仲間に裏切り者がいると知っても、正直どうでもいいと思っている自分に気づいた。アンセム。さあ行くがいい、少年よ。お前たちはまだ探求の旅を続けるのだ。さあ最後はゼムナスを。いや、なかなかの。受けてみよう。音を見て消え去れ。どうだ。いらだたし。回復量はできるんだけど、リカバリーができなくなってるのが痛いね。
まあ遠くから切るよね。また負けるのか。今のお前には心があるんだろ。何を感じてる。これでよかったのか。そうだな。私は仲間も得たが、彼らを捨て駒にもした。結局残ったものは孤独。長い時間忘れていた感情がやっと戻ったと思えば、それは寂しさだった。こんな感情ならやはり必要なかったな。それが人間だよ、ゼムナス。そっか、人間か。人間は強いんだな。さあ、無事3人やっつけましたね。いや強かった。やっぱ回避っていうかカウンターができるのが本当つらかったね。これでいよいよ12本、最後の一振りだ。さあ、ソラ、光と闇の最後の衝突だ。きっかけを与えよう。キーブレード戦争の続きを。おお、これぞ真のキーブレード。さあ、真のキングダムハーツよ、我にまだ見ぬ世界の真理を。
調べ、調べるわよ。やっぱり3人で一人前がいいよね。ドナルド、グーフィー。まったく、僕のあれはよさぶらんのあれ。それは落ち込んでないで。マスターゼアノートを止めなきゃ。ああ、でももうキングダムハーツは開かれた。帰りだって。らしくないな。みんな遅くなって悪かった。お互いいろいろ説明がややこしくてな。マスターゼアノート、キングダムハーツを開いてるのね。どうすればいい？王様、レク、大丈夫なのか？心配ないよ。ああ、可能性って？承認試験の時、ゼアノートは自らがポータルの存在になったことを告白したはず。それを使えば場所も時間も超えられるはずだ。うん、でも危険な戦いになる。アクア、リク、僕ら3人でゼアノートをこの世界から引き離そう。わかりました。待って、俺が行く。ソラ、一番まずいのはキングダムハーツだろ。ゼアノートは俺に任せて、みんなは扉を押さえてよ。わかったよ、ソラ。任せて。僕たちも正義を得よう。キーブレード使えないからここで役に立てないしね。3人で一人前だからな。みんな急ごう、闇が広がっている。ソラ、ああ、君は帰りは大丈夫だよ。心を感じる。ありがとう。さあ、カイリを切ったことによってセブンプリンスの魂が解放されたことっていうことですね。なんでね、光の守護者が一瞬で入れ替わった感じになるんですけど、まあここから
ゼアノートとの決着をつけていこうと思います。ここはどこだ。綺麗な場所だね。キャスト、それがエグザマリオ。行こう。マスターゼアノートもいるはずだ。そう。そりゃ、町の方に行ってみよう。そうだね。町の方に行こうかなと思うんですが、この先行くと最終なので。そうですね、例の武器をちょっと手に入れに行きたいと思います。やっとと思ったら、透き通る結晶と力の結晶が1個ずつ必要なんで、さらに作りましょう。透き通ると、力の結晶ですね。これでキーブレードが手に入るわけです。あれ？あ、そっか。預けないといけないんだよね。一回一回。さあ、アルトマイアポン完成です。アルティメットフォームにチェンジできます。ということで、やっと、これでっていう感じですね。で、力と、そうね、まず先に透き通る結晶を一つ作ろうかな。で、せっかくなんで、ドナルド・グーフィーの武器も一番強くしたいと思います。で、力の結晶だね。いやー、クリアしないとダメかと思った。セーブザキングもできましたと。さあさあ、これで改めエポンだね。ラダーとそうだね、一応シリーズで言うとこれなんですよ、組み合わせ的に言うと。でも、これには勝てないですね。やっぱアルテマイポンにはね。さあ、さあ、これで、揃いましたね。いやー、意外と58種類集めるの大変だったな。最後何が足りてないのか探すのも結構大変でしたね。まあでも素材いっぱい集めてたんで、何の苦労もせずちゃちゃっとは作れましたけどね。そら、間違えず行ってみよう。ということで、これアルティメイポンです。最初の頃はね、黄色だった気がするんですけど、今はもう赤とシルバーでね、だいぶかっこいい感じになってますね。いや、ハートのマークもついて、いやー、かっこいい。さあ、次回はこちらのキーブレード、アルテメイポンですね、を使って最後のゼアノート戦に挑みたいと思います。今回はここまでにしたいと思います。いやー、次回が楽しみですね。
この武器を存分に振りたいと思います。それでは、今回のキングダムハーツ3はここまで。チャンネルの登録、高評価ぜひよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またね。